ビジネスや観光で訪れる日本人も多い韓国。家電や自動車といったグローバル企業が経済を牽引する世界13位の先進国だが、実は1960年代は世界で最も貧しい国の一つだった。この映像は1969年のソウルの様子。行き交う人たちは荷物を背中や荷車に乗せて運んでいる。国民の食料事情も今の生活からは考えられないほど厳しかったという。一般家庭ではね、ご飯とキムチだけ、あまり食べ物が良くなかった。卵を一つ食べるのが大変だったんです。そんな韓国を経済発展に導いた原点ともいえる場所が南東部にある。国内最大の鉄鋼メーカーポスコの主力工場、ポハン製鉄所だ。ここはちょうど50年前に国内初の一貫製鉄所として誕生した。現在粗鋼生産量は世界トップレベルを誇り、韓国経済には欠かせない存在となっているが、その誕生には日本と深い関わりがあった。国交が結ばれた1965年、日韓基本条約と同時に結ばれた請求権協定で韓国に5億ドルの経済協力資金が渡った。ポハン製鉄所の建設は、このうち1億2000万ドルが使われた一大政治プロジェクトだった。民族の地位のこの対価と民族の資金が入りますので、私たちは一生懸命しなければならないと。日本の協力は資金面にとどまらず、多くの技術者が指導要員として韓国に派遣された。この一冊の本、現場で汗を流した日本の技術者の思いが綴られている。日韓両国が相互に尊敬し信頼して心を合わせて混然一体となって仕事ができた。苦闘の日々と大製鉄所を完成させた喜びは未だに鮮明に脳裏に焼き付いている。50年前の出来事を自分の声で残したい。日韓の鉄の男たちがカメラの前で初めて語った。なんとかいい設備を作ろうということでね、メーカーともですね、まあ喧嘩まではいかなくても交渉を重ねながらね、あ、こういう設備を作ってやろう、こういう設備を作ってやろうということでね、やってきたんですよね。新日本製鉄の元技術者佐竹忠さん80歳、27歳の時にポハン製鉄所の建設班に入るよう命じられ、その時には戸惑いを感じたという。本当にいい製鉄所をね、作っていいのかという話をした時に、その副所長の人はですね、いや俺たちはね、彼らにねいいものを提供したってね、追いついてこれないんだよと。だからもうそんなこと心配しないでね、いいものを作ってやれと。センタリングしながらこっちへ通す。一方、同じ工場で働いていた鷲田正明さんはポハン製鉄所に派遣された時の喜びを今も覚えている。ものすごい嬉しかったですよ。めったにそういうチャンスっていうのはないと思うんですよ。新しいものを作れない、で古いものを改造するだけのエンジニアリングしか私は持ってなかった。でそういうことができたっていうのは技術や身寄りに尽きるわけですよ。こうした日本の技術協力要員は一時100人以上に上った。そして今、熱煙工場稼働のスイッチが両国の代表によって入れられた。
初めての熱い鉄が今赤く燃えて人々の努力に応えるように息づいて走る。しかし50年経った今、韓国国内では日本の技術者が関わった事実はあまり知られていない。2023年6月、日本経済新聞は建設に携わった両国の技術者の思いを伝えようと記事を掲載した。火入れから24時間後、溶けた真っ赤な鉄が火花を散らして流れ出ると、300人余りの男たちから太い歓声が上がった。誰かが韓国の愛国歌を歌い始め、日本人技術者も一緒に歌った。この記事は韓国のメディアでも取り上げられ、国内で反響を呼んだ。まあ、知らなかったっていうのが多かったんですけども、やっぱり一番韓国人の方が感動してたのは、航路が稼働した後に愛国歌を韓国人だけじゃなくて日本人も一緒に歌ったっていうことに、韓国人はものすごく嬉しかったって言ってくれました。こんな人たちが50年前に韓国に来てくれてやってくれたんだというのを、感動したっていう声が多かったですね。記事をきっかけに鉄の男たちが数十年ぶりに韓国で再会することになった。50年間もね、友情としてね、持っておられるというところもね、すごく嬉しいし、うん、やっぱりこうやってこうね、いつまでも感謝されるっていう気持ちは本当にね、嬉しいですよね。私たちの元気なところも見せてあげたいし、彼らの元気なところも私は見たい。ワシダさんの手を固く握りしめているのは、ポスコの元専務イ・ウォンソプさん。51年前には新日鉄の工場で日本の技術を学び、その後ポハン製鉄所で初めて稼働した工場の現場責任者を務めていた。さあ、乾杯しましょう。どうもありがとうございます。これじゃないですか。これがこれ。それ。こっちの。総合指令を。出張回収した。海洋のオポレーターです。オポレーター。ね、おかげさまで今までポスコがホットが順調に発展したということで、ホットありがとうございます。ワシダさんからウイスキーをたくさん いただいた。そうですか。覚えてない。ウイスキーをこう韓国で焼酎みたいに飲んだらもう完全に倒しました。そうですか。そうですか。遅刻したり出世が遅れちゃう。久しぶりの再会に笑顔で杯を交わす鉄の男たち。もらったら記憶してください。簡単に話よ。この日は夜遅くまで当時の思い出話に酔いしれていた。翌朝、両国の技術者は揃ってポハン製鉄所へ。
お、製鉄所見えてきたよ。あ、これがあれだ。正門だ。普段一般の人が入ることができない工場で、今回特別に撮影することが許可された。カレツロ、カレツロ、カレツロ入り口から。何年ぶりですか？私は50年ぶり。50年ぶりですか？25年ぶり。25年ぶりですか？鳴り響く大きな音。当時の記憶がよみがえってくる。いるかもしれないです。はい、いやすごい。運転手です。はい。楽しみか。楽しみか。ありがとうございます。Eさんが。この辺にいたんじゃない？この辺に。で、しっちょり開始っていう話をして、でその予備的なあのしっちょり開始は私が何回か毎日のようにやってました。いやーすごいな、やっぱり50年前のホットと今のホットでは、ね、レベルが全然違って、こんな違うんだ。今から50年前、浦項製鉄所は貧しかった韓国の経済を立て直す目的で作られた。韓国経済が非常にどん底のような状態であったと。1961年にパク・チョンヒ当時陸軍少将が政権を取り、その最大のポイントは疲弊した国土をやっぱり再建していく。特にそれは経済再建という点にあったわけです。浦項製鉄所ができたことによって、韓国国内で品質の高い鉄鋼材を大量に生産することができるようになったという。造船、自動車、電子、一般機械等々ですね、さまざまな鉄鋼を需要する産業というものが急速に発展したわけですけれども、これらの産業の発展を大きく下支えしたと言えると思います。韓国では1970年代以降の急速な経済発展を漢江の奇跡と呼んだが、その一方で日本の鉄鋼業にとっては脅威となった。当然いつかは、まさにいわゆるブーメラン効果というものはあるだろうということは、予想されていたのではないかと思います。自らが手塩にかけて産み育てた相手だったポスコが今度は競争相手となり、自らの脅威の対象となる、これはある意味経済原則として当然なんじゃないでしょうか。その後もポスコは発展し続け、1987年には南部の都市漢江に第二製鉄所を竣工。1998年には新日鉄の粗鋼生産量を上回り、世界トップにまで上り詰めた。2023年12月、東京ではもう一つの再会があった。どうも。いい帽子が似合いますね。私の帽子かぶってこようと思ったの。これですよ。浦項製鉄所の建設で現場責任者を務めていた日韓の男性。ポスコの発展は二人の目にどう映っていたのか。出来のいい弟の方がどんどん伸びていった。これじゃうかうかしておれないから、俺も頑張らなきゃならないと兄が思ってるというようなことかもしれないと思いましたね。ポスコ用のこの哲学がやっぱり成立して、奈良のために製鉄を熱心に作ると、請求権資金という名前で
まあ、もらったの資金の中で、まあ、ポスコに、まあ、それを使うということなんで、それでそれはまあ民族の、まあ、地位のこの対価というこの考えがあります。民族の資金が入りますので、私たちは一生懸命しなければならないと。戦前戦後のいろんなご苦労なんかもあったと思うんですけど、民族のため国のためにその新しい製鉄所を、ね、立ち上げなきゃならんという熱意というのは、そういう言葉のマスターのことにしても、技術のマスターにしても、あるいは仕事をきちんとその次の日まで片付けるとかね、そういうことについても現れてたんじゃないかと思いますけどね。ポスコの成長とともに韓国経済は発展し、今の国民の豊かさにつながった。しかしこの50年間、新日鉄、今の日本製鉄とポスコの関係は紆余曲折をたどった。浦項製鉄所の稼働から6年後、新日鉄はポスコへの技術協力部署を廃止したが、2000年には世界的な鉄鋼再編による買収への対抗策として資本を提携。しかし後にポスコが新日鉄の元社員を通じて不正に技術を取得したとして裁判で争う事態にもなった。そして5年前、韓国最高裁は当時の新日鉄積金に対し、元徴用工への賠償金を支払うよう命じるも、今年になって韓国政府傘下の財団が肩代わりして支払うと表明。その際、およそ4億円を寄付したのはポスコだった。ポスコは한일협력의모범사례로많이거론이됩니다。그거는뭐일본에대해서어떤감정을가지고있던간에그런저런저그분명한사실이라보고요。근데협력이잘되었던이유는양측이서로이득이되니까그런거죠。기본적으로戦後日韓は政治を舞台にして関係が悪化したこともあったが、今後両国の企業はどう向き合っていくべきか。그래서저는뭐일단정치적갈등은경우에따라서는이렇게뭐주기적으로일어날수도있고 그런어떤그문제가있기때문에이것을우리가통제하기는쉽지않다고보고있습니다。그러나이제경제적으로밀접한관련을갖고있다면그런정치적인어떤갈등이있다하더라도기업간의관계는기본적으로경제적으로합리적으로움직이지않습니까。浦項製鉄所の誕生から半世紀が経ち、3人は80歳となった。再会を機に改めて何を感じたのか。政治的な話はちょっとやらなく、ね、やってなく、あ、まあ、日本から我々が今までちょっとずっといろんな分野で、協力してもらったことが韓国としては忘れないように、した方が言ってますね、いつも。僕らはもう来れるかどうかわからない年代になってるからです。だから、まあ、人生の最後の幕引きということがいずれ起きてくる。まあ、技術はどんどんやっぱり自分なんていうかな、誰かに残したいですよ。これは皆さんにも残したいし、全員残したい、子供たちにも残していきたいんですよね。私の技術者としてのね、その一緒の中で一番のやっぱり大仕事、それで一番その中から得た技術がね、ずっと役に立ってた。最高のいわゆるこのポスコとの出会いだったと思うんですよね。仲間という意味合いでね、言葉はあんまり通じなくてもね、気持ちでやっぱり通じていたと思うんですよね。だから会えば本当に友達親友ですよ。鉄の男たちが残した確かな技術と深い絆、うん、この思い出の地で次の世代に引き継がれている。